奇跡のタイミングです。はあ、働けるようになりまして。なるほどね。はい。それはまた珍しいね。和歌山な、和歌山市、はい、和歌山市の南の海南市っていう。ああ、海南はね、はい、3年ぐらい前、海南商工会議所呼ばれて行ったよ。あ、本当ですか。3年か4年前ぐらい。ああ、ブログのそうです、行った行った、海南商工会議所。はいはいはい、青年部のメンバーなんですけれども。あ、そう。はい、農家なんですけど。何年か前から。2年ですね。多分ね、その前か、はい、ちょっと前ぐらい。あ、そうですか。あ、なんかね、はい、行った行った。さあ、同じ会なんで、石井さんっていう。ああ、ですね、園芸店の。あれなんだっけ、花屋なんやと。はい、花屋ね。花屋さん、武田先生の親戚。そうなんですね、うん、で、よく武田先生の話はその方から聞かせてもらってて。うん、あ、ほんと。はい。ああ、で、あ、なんかちょっと運命感じるなと思いました。なるほど。はい。茅野さんも一度公演に来ていただいたことあるっていうネクストステージ。ああ。はい。そこの。スパゲティ屋とか。あ、そうですそうですそうです。紀伊国屋、文在門。はい。オレンジの。オレンジ屋さん、上野さんか。上野さんです。うん。あの方たちと一緒に、うん、昔、もうそれは7、8年前。あ、そんな前になりますか。うん、その公園に行かせてもらったのね。あ、うん、またまた名刺も切らしちゃってるんですけど、あの、はい、さんの名刺マネーさせていただいて、自己紹介名刺を。はい、反応はやっぱりいいです。ああ、まだ作ってから半年、1年足らずなんですけど、はい、みんな意外と知らないもんですね。ああ、やっぱ 99% は知らないね。はい、かわいいもん。はい、やっぱりその一瞬のタイミングで、一瞬の時間で、話題を作れますんで。そうですね。はい、あれはで受け取った相手がそれを見ながら自分のことを話し始めるでしょ。します。ね、はい、そう、はい、本当は思いつきで、はい、もしくは単純だから、たまにやっぱりいるもんね。いや、僕も実はそういうこういう名刺、はい、作ってましてねっていう。この前は久しぶりに行ったけどね。今東京の方では、はい、ああいう名刺専門コンサルタントができてきてね。いや、ああいう名刺をね、作りますと。はい、それでね、5万円とか10万円とかね、はい、一番高い人は30万で作ります。ああ、それ一回見させてもらいましたね、動画で。その本も出てる。そうなんです。その名刺だけの本で、その名刺専門のコンサルタント兼、はい、なんて言いますか、作成者ね。はい、まあ、その動画見てよ。ああいうのがいいよね。あれはちょっとしてますね。うん、今 何歳だっけ。26です。26か。はい、もう何でもできるね。はい、みんなからそう言われるんですけど、怖いもんないやろとか。ないね。可能性 100% やね。まあ、実はつい最近までですね、あ、うん、まあ、親の借金でずっと悩んでまして、もう、あ、そっか、これはないか。そうなんですよ。そう、ね、いくら稼いでも稼いでも全部借金に消えていくっていう、うん。で、まあ、なんかふとしたタイミングに、こんなもんほんまにどないでもなるわっていう考えに変わりまして、そっからも気持ちも楽で、やっぱ考え方もどんどん変わってきたんですけど、うん、
1億の借金とかと比べたら平気で少ないし、あ、なんとでもなるわっていう。あ、あどの程度今ですね、総額で2000万ほどしかない。あ、だいぶ減ってきたんで。あ、まあでも一般的にはね、2000万って言ったらすごい借金。そうですね一応ね、はい、親があんまりいいですね、出来のいい人じゃなくてですね。まだ商売、え、ま、商売やってた。いや、あの、菊農家です。あ、その農業で借金2000万って。そうですね、お、農業と、まあ、生活費ですね、お、あの、困難で、お、借金重ねていくうちに膨らんでいったっていう。おお、はい、うち、まあ、事業資金というか、うん、あの、温室ハウスを建てるお金だとかも入ってるんですけれども、ほとんどはもう生活苦の上、農協さんからあのカーローンという名目で買ったことにして、ああの生活にお金を借りる。ああ、なるほどね、はい。でもそれは農協が貸すっていうことは、多分それなりの土地とか資産があるっていうか、土地は、まあ、まあ、農地は、農地ある、あります。毎朝の資産、土地の価値も2000万以上あるんじゃないか、はい、ああ、そういうことですね。どう、ざっと、いや、頑張ってる。あとは保証人つけてるから、はい、保証人もついてます。そう、簡単には貸さない。はい、あ、保証人もついてるわ。ついてます。それは親戚、親戚です。大きな借金は、うん、ついてます。ああ、まあ、ファイナーがちょこちょこと。ああ、まあ、だから貸してで、土地もある程度あるわけ。あります、あります。資産の価値で言うと500万円とかどうですけど、ね、そう、自宅とか土地とか全部混ぜて、農業、用地とか全部含めて、はい、まあ、500万ぐらいの価値が。そうですね、税金の対象になるような資産の計算ですけど、そのぐらいですよね。でも最悪は、じゃあ、まあ全部、ね、うちもそうだったけど、全部消耗したら500万ぐらいなりますね。売れるか売れないかは分からないですけど、で、残りの1000万円をどうするかと、はい、どういう感じなの。まあ、でも、あの、最近ちょっと目処が立ちまして。あ、なんだそれもう目処がついた。いや、つい最近なんですけど。それじゃ面白くないそれじゃ面白くないいやー、そうなんですけど、あ、どうもありがとうございます。おっと、はい、つい最近、あの、面積拡大を、あの、面積拡大しまして。何面積拡大？栽培面積を、あの、まあ、生産量増っていうんですか、新しくハウス建てまして、それで、まあ、あの、かなり収入が増えるんで。増える？はい、借金はしたんですけど、その上。それはでもあれやね、それもしかしたら正当な範囲内の普通の、あの、事業における借金かもしれない。もしかしたら。え、親はどう言ってんの？いや、親はもう全部任せるみたいな。うん、任せる？はい、もう、あの、経営権もらう代わりに借金も引き継いでっていう。あ、ほんと？はい、形ですね。え、な、はい、あれな、親もしないって言うの？いや、してます、してます。農作業はしてくれてます。あ、それけど、で、今通り仕事するけど、お前はもうやれと。そうです。あ、ほんと？はい。あ、まあ、自分から言ったんですけどね。あ、ほんと？はい。まあ、そしたらじゃあね、じゃあやれて。はい、通帳を渡してくれて。へ、え、ぇ、ー、あ、ほんと？はい。で、まあ、僕が親に給料を払って。へ、え、ぇ、ー、で、まあ、すごいじゃん。はい、おうおう、うん、で、残った分は自分の小遣いという。あ、ほんと？はい。おぉ、残らないです。おぉ、いやいや、それはまだ、リパラヤルとか全てが、へぇ、もその悩んでる時こそやと思って、そのさっき言わしてもらったネクストステージだとか、うん、あの、もう加山さんの方にもハマりきりまして、うん、なんとか脱出やって。おぉ、あら、なんかいろいろ探してたわけ、ネットとかアナログでなんかないかって、なんかないかっていうのは、はい、そう、うん、おぉ、そう、なんか助けになるものはないかっていう、うん、笑うもすごい気持ちです、うんうんうん、探してましたね。おー、なるほどね。
なんで、なんで私のことはないですか。ネクストステージしかないから。いや、違います。うん、ネクストステージで、なぜかランチェスター、ランチェスターっていう言葉を、うん、みんなものすごい言ってたんです、ね。あ、言ってた。はい。その会合に行ったら。はい。うん、なんじゃそれはって話で、ランチェスターっていう検索かけたら、カヤノさんが出てきたんです。あ、そう。はい。まあ、武田先生も出てきたでしょ。いや、武田先生はその時に分からなかったです。本当？はい。なんか検索したらね、ランチェスターかなんか検索したらたまたま私が出てきた。YouTube で。あ、YouTube で検索した。そうです。なあ、そうだそうだ。なるほど、その YouTube ではそれは私ぐらいしかおらんから。そのテニスはね。そうです。はい、なんかね、しんすけさんの話から、初めて聞きましたね。ちょっとこう、なるほど。うん。ほんで、あ、YouTube で、はい。で、検索。で、ランチェスターで検索したわけです。ランチェスターでネットでは検索したんですけど。だから、しんすけが出てきた。YouTube、 あの YouTube が、はい、うん、あの YouTube 出てきまして、出てきて、うん、で、まあその話は知ってたんです、うん、しんすけの話は、で、出てきているこの人は誰だと、ああ、なるほどね、はい、何この人っていう、商品級からして、なるほどね、で、関連動画見ていくうちに、うん、あ、こういう人か、うん、で、僕 iPhone 持ってるんですけど、おうおう、移動中とか、農作業中に、おう、ずっとそれ、おう、イヤホンで。あ、iPhone で YouTube を、そうなんですよ、ずっとこう、はい、見てた、はい、あ、今持ってる、あ、今持ってます、作業中に、ね、ちょっとまだね、はい、まだ買ってないんや、待ち受けも切ってですか、いや、そっからもうそれなのか、そっか、どうかね、私も育てるツールはね、はい、結構好きなんでね。あ、本当ですか。いや、買うと、はまってしまってね、仕事しないんじゃないかなと思ってね。今我慢して買ってないです。いや、いいですよ、本当に。移動中がものすごい役に立ちます。ああ、なるほどね。はい。そうか、あれ、キクラ生産の農家ね。はい。ああ。まあまあ、でも。商売のやっぱ原点っていうか、まあ、やっぱりものづくり、自分でなんかメーカーになれる立場がやっぱり一番強いね。いや、仕入れ販売じゃなくてね、仕入れ販売は所詮他人の商品でしょ。そうですね。やっぱゼロからね、ものづくってる人がなかなかいいよ、メーカーはね。そうですね、メーカーっていう言い方もいいですね。メーカーの考え方、オリジナルを作れるんだから、はい、メーカーってのは小売店とか、だからまあ小売店とかそういった人たちに申し訳ないけど、商社とか、まあ所詮は誰かのものをこう仕入れてきて販売するとか、はい、うん、オリジナルじゃないもんね。そうですね。あ、う、あ、ん、やっぱりね、ずっとこう見てると、これ安屋の社長が言った言葉だけど。はい、ヤズヤの社長っていうか、ヤズヤの社長が何かで勉強してきた言葉をそのままヤズさんが言ってて有名になった言葉があるんだよね。ヤズヤの秘密は読んだ。あ、立ち読みさせていただいてるんですけど、今日来るの分かってたんで、まあ、ちょっと直接買わせていただこうと思って、置いてます。商売は3つあると、はい、1つはどこにでもある商品をどこにでもある売り方でやる。まあ、まあ商品はどこでもある、あ、はいはい、まあ、スーパーみたいなどこにでもあるような商品を、はい、どこにでもある普通の売り方をする、はい、これが1番、はい、2番目はどこにでもある商品だけどどこにもない売り方をする、はい、まあ、商品は同じだけど売り方が違う、例えばセブンイレブンみたいに、まあ、当たりもう今は当たり前だ、昔の小売店はどこにでもある商品を仕入れてきて、はい、朝9時から夜6時まで店広げて売っていたと。で、セブンイレブンが出てきたときに売り方が違うと。何が違うんでしょう。時間、そうね、はい、24時間やってるみたいなね、はい、まあ、ほんで売り方は違うよね、はい、あれみんなびっくりして、あ、便利やみたいなね、うん、で、小売店ではね、日本一だった、はい、けど例えばそういったやつは商品は同じ、はい、だけど売り方が違う、はい、
いう差別化をしたからうまくいってる、ね、まあそれが2番目と。3番目はどこにもない商品をどこにもない売り方でやる。これが一番やっぱ強いですね。オンリーワンだから。まあそのどこにもない商品をどこにもない売り方っていうのは、どこにもないって言ったらやっぱメーカーね、オリジナルメーカー、仕入れ販売って言ったらどっかにあるって言ったら。そうですね。で、ヤズヤ自体の最初はプロレラっていう京都のメーカーを仕入れて販売してた。で、売り方がヤズさんはこう嘘つかないよね。みんな悪徳商法だったのにヤズさんは嘘つかずにね、まあ言ってみたら売り方が違ったと、その悪徳になったと、はい、でもそれずっとやってたけども、まあ、これ人から言われて、その仕入れ販売だと他人の商品を売ってるから心こもらんよねと。でそこで初めてヤズさんはこう、あそうか、自社オリジナル商品それがいいよねと、ずっと考えてて、それで養生青汁っていう、ね、オリジナル商品、まあこれは下請けメーカーで一緒に開発したんだよね。それから一気にガーッと伸びていったよね。私もね、前は広告代理店だった、はい、広告代理店って言うとはまさに代理業でね、はい、それが面白かったんだけど、でまあなんかないのかなとかするとこう思っていったら、まあ今の講演とか本を書いたりとかね、はい、まあ、これ全部なんか CD がないないですよね。ああ、まあ、自社オリジナルメーカーよね、はい、まあ、口と書くだけだけど、はい、でもオリジナルだよ、はい、ね、でもそういうのあって、かつまあ食えるようになったらね、まあ、やっぱ最高よね。まあ、まあ、全部自分で勝負できるから、はい、まあ、最終的には多分ね、みんなそういうふうな方向に行くっていうか、だから実は小売店でも、はい、例えばユニクロ、はい、あれもメーカーよね。実質ね、自分たちで企画して、はい、まあ、中国、今バングラディッシュって聞いてると提携して、うん、ユニクロしかない商品を持ってるね。でイオンなんかもトップバリューとかね。ああ、そうですね。あれ、実は結局小売店になった時はメーカーになっていってるね、はい、最終的にはやっぱそうならんと差別化できない、ね、なるほど、なんかその中でね、実は農業とか、はい、漁業とかに比べて漁業はあれがね、元からある魚をね、仕入れ販売やるね、はい、実はね、そうですね、狩りですかね。農業はそういう意味ではね、最強のメーカーやね。土と水からやるんだね、はい、すごいよね、そうってよう考えたら、はい、しかもまあ、本当に手作りめんどくさい、うん、ちょっと濃いと思うから、面白いだった。あ、ありがとうございます。いや、いいじゃん。で、農業生産者で、はいはい、まあ、いわゆるね、その今までの農業だっていうか、さ、今まででもこう成功者がたくさんね出てるけど、中小零細とか、はい、農業とかでね、はい、出てるけど、で今までね、いろいろこう聞くとね、はい、この久保田鉄工の農機械のね、会合でちょっと呼ばれて講演させてもらったんですよ、はい、でその後、久保鉄工の社員、あとは、ね、あそこのトラクターとか使ってる農業の、はい、農業系の人が、まあ、たくさん来てたんですよ。で、なんかね、農業で成功する人、はい、まあ、どんな人かっていう話になって、はい、どんな人だと思う？僕の思うことは、うん、生産と加工、販売まで関した、うん、やってる人、うん、あ、まあ、それも正解がいいやね。そんなのが出たのはね、はい、成功してる人っていうのは国の農業政策とか、はい、農協の逆をやってる人だった。あそう、うん、言われることは分かります。そうです。でそれはね、弱者の戦略的に言ったら、はい、人と同じことをやってる人は成功しない、はい、ね、あとまあ主体性がないっていう。なるほど、これは大きな声では言えない言えないけど、農協とか国の方針、の逆をやってる人が成功してると、ね、まあ、
で戦略的に言ったら、みんなと同じことをやってる、まあ、人と違うことをやってる人が成功してるという。なるほどね。で、その農協の話もね、それ、実は、その近い人から聞いたね。もうあの農家、大半じゃないけど、農家で多いのは、はい、もう自分がいくら借金してるのか、どういう資金繰りになってるのか、もうさっぱり分かんない。それは農協が、JA が、JA バンクが、もうそれ全部分かってて、はい、もうすべて、いやもういいですよと、私は何もしますよ、みたいな感じでね。はい、まあ言ってみたら、農協が農家を完璧にこう洗脳っていうか、はい、なんていうかな、カモにしてね。そのもうわけわからん状態にして、私でもしっかり金利とかね、あれでこうね、儲けれると。でもちゃんと資産、担保とか、ね、保証人とかこういろいろつけて、それは損しないようにやってると。はいはい、これがもう農家と農協の間の悪い構図の一つよね、みたいなね。それ聞いてね、農業系の、ちょっとできる農業系の人はね、みんなその通りって言ってる。まあまあそれも、まあそれでいいよ。商売っていうのは半分はそんなとこあるから、はい、うん、言ってみたら、ね、自分にとってアホっていうか素人を手組みにして、はい、それでいかに儲けるかと、はい、悪く言うとそういったところもあるから、はい、まあ、それまで別に、まあまあ違うな、まあいいわけ、いいっていうか、まあそんなどうでもいいよ。自分がどうやるかなんでね、はい、うん、で最近は農業、小さい農業っていうか、農業でこう、ね、成功したっていう本何冊か出てるけど、それなんか読んでる？読んでます。うん、けど、僕役に立たない。ああ、なるほどね。うん、まあ、たぶんね、ちょっとこう、煽りの本っていうか、まあ、それは例外的なやつとか、まあ、かもしれない。まあ、そういうふうで、いろいろ読んどったらいいし。なんていうかな。あとはそうだね、身近な。誰か。先輩で成功してる人ね、見つけてね。はい、なりたい人見つけて、毎回若い者にいますので、うん、それは、あ、いる、はい、います、誰か、はい、と農業やってる人、え、みんな商売人です。あ、そういうのは小売店とか、そうですね、小売店、さっき言った上野さんだとか、うん、ああいうメンバー、うん、なおです、うん、で将来的に僕、花屋もやりたいんで、うん、なおね、はい、なお、まあ、2年後目標なんですけど、うん、あ、なんだ、だから自分で作って自分で売る。そうです。ああ、なるほどね。だからプラス仕入れも、もちろん。あ、仕入れもして。はい。足りないやつは。そうです。なるほど。はい。大きくしか作れないんで。あ、今は菊専門。はい。なるほど。他のものを2年前から手出したんですけど、うん、あの全然失敗の連続で、うん、もうこれは菊で引く、一本で行くっていうのを決めて。うん。そこからもう菊専門っていうふうに名乗るようになりました。うん。それ以外は、まあ、後々宿なんです。うんうん、なお、はい、うん、日本は人に恵まれてまして、うん、あ、先輩方も山ほどいるんで、うん、なかなかいい環境にはいて、うん、本当、はい、うん、でネクストステージ、うん、僕もあの執行部させていただいてて、おお、なんそれ。いや、なんかその会の運営側、まあ中心スタッフみたいな。そうです、スタッフです。おお、いきなりメルマガが来て、うん、スタッフ募集って、おお、うん、で行ったらそのままやりない、うん、おお、はい、僕みたいなアホやっていいんですかみたいな言ったんですよ、うんうん、あのやるかやらないか思った時は迷ったらやる、なおね、上野さんの一言で、はい、じゃあさせてもらいます。迷ったやろと、はい、その言葉は誰の言葉か知ってる？え、元、出元は知らない。まあいろんな人が言ってるけどね、はい、うん、どれなんですか、うん、まあ、最近この2、30年で有名なのは、はい、それを言ってるのはね、パソナの南部さんね。あ、そうなんですか、うん、あの人はこれって好きで、はい、まあいろいろその悪事とか女に手出したとか、まあいろいろ、はい、昔はやってたみたいだけど、はい、やっぱいいよね。この人の話とかあれには、はい、弱者の戦略的なものはあんまり本には出てこないんだけど、はい、うん、
まあいわゆる夢戦艦で言ったらね、まあ夢系が多いんだけどね。あまあでも非常にいいよね。生まれたらやるんだ。ただ、注意しないといけないのは、ああいう人の場合は、ね、人材派遣業みたいなやつ。生まれたらやるって言っても、大体ほとんどがほら、設備投資工場がかからない仕事だから。それと、例えば設備投資がかかる仕事だね。やっぱちょっと違うからね。はい。それ何でもかんでも待ったやるんだってやって借金してガーッてやったら潰れるから、ね、あ、はい、そうですね。あ、夢だけでやっぱ潰れるんだよね。ビシッと戦略というか両方やっぱだから右脳と左脳というかやる気とちゃんとそろばん感情、ね、両方いるからね、はい、両方ね。そのあのでそれもやらんとわからないからそういうのもね、少しずつこうやって金額は失敗だけど自転車乗ろうとしてね、こけまくってっていう過程は絶対いるからね。だから小さい失敗ではガンガンやるって言うからね。あんまりやればできるって言ってやってでかい勝負やって、はい、あんまり借金抱えすぎたらやっぱりやっぱちょっとね、はい、でまあそれ潰れてもやり直しできるんだけどね、はい、何人もいるから倒産破産4人から復活しるしたね。何人もいるからそれは自分次第だ。もし最悪そうなってもそれはやり直しはできるんで、うん、今の流行はね最悪あの大失敗したらね、うん、今の新しい流れは何でしょう。大失敗したら、うん、新しい流れ、もし致命的な倒産破産夜逃げ追い込まれ状態になったら、はい、やるべきことは何でしょう。やるべきことっていうか新しい、ね、道があるんですよ、うん、アジアに行くっていう。ああ夜逃げするならアジア行けみたいな、ね、ああなるほど。これがメモしなくていいっていうのはまあ今ねやっぱ日本はやっぱすごい国なので、はい、全般的に、はい、日本で普通だよと友人がアジアに行ったらもう上級だから、はい、そうなんですね。なるほど。うん、まあ商売とか、はい、まあなんていうか、やっぱ勝てるっていうことや、うん、日本で普通の商売でいる、まあ、アジアに行ったらやっぱすごいから、はい、でも すごいと言っても上海とか北京あたりでもダメだから、うん、どうせ行くならバングラデシュ行かんかみたいなね、はい、ゼロだから全てが、はい、さあ半分冗談半分本気やけど、はい、どうしようもない人間はねそういったとこ行ったらね、ほんとやり直しいくらでもできるよね、はい、やりなくてもできるよね、はい、うん、で、周りのダメ社長がいたら言っといてもうダメし、もうダメなんだ、はい、もうやり逃げするしかない、はい、社長、バングラデシュいいらしいですよアジアに、いや、マジで言ってよ、はい、5万、6万、4キュッパぐらいでアジアだったら片道切って、まあ、往復やけど、で行ければね、関空から乗ってたから、もう帰ってこなければいいんだよ。そうですね。で、不法入国してね。不法ですか？いや、不法でいいじゃん。はい。とりあえず。はい、日本のパスポートやっぱ強いから、はい、大体の国はビザいらないからね、パスポートがあれば、もう、まあ、そのままチケットがあって、すぐ行ける。こんな国はもう世界でも滅多にないから、まあアメリカと日本と、まあイギリスぐらいじゃないからね、ドイツとかね、他の例えばアジアの国の人たちっていうのは、例えば中国人でもね、中国のパスポートだと簡単に外国行けないからね。あ、そう、まあもうダメ、うん、認められてないから、そんな贅沢できんなら日本と欧米全身だけよね。小原さん、うん、行かれてますもんね、いろんな国に。あ、最近ね、はい、うん、まあ半分半分はもう趣味で、はい、でも半分は、まあ、今どの国行ってもね、もう頑張ってるあの日本人とかいるから、はいはい、現地にね、もうこの前バングラでもミャンマー、ミャンマーは、まあミャンマーも行ったけど、
なんか中学単位ベトナムあたりになったらうじゃうじゃいるね。うちの役向こう行って、もう覚悟決めて頑張ってる日本人の起業家ね。なぜ分野でもいるんですよ。いる？はい、います。いる？はい。で、ある大阪の会社とかは、うん、あのアジア農業セミナーとか行ったんですけど、うん、なんかすごい日本人いっぱいいますね。まあ、現地に行って農業やってる。やってますね。ラオスと。あ、ラオス。はい。日本人何人いるんですか？400人です。タイがざっと4万人。あ、まあ、中華も十数万人、何十万人多分。タイが4万人。在体の日本人。ベトナム4000人。ラオス400人。ああっていうのがね、分かりやすいねみたいなね。ちょうどこう経済があって。はいはい、逆に言ったら、でだからバングラディッシュの、バングラディッシュになったらもしかしたら40人とかね。うんうん、まあ、そこまでじゃないと言うんですよ。実際は全部で子供、家族を含めて駐在員700人ぐらいいて、あの自力でやってるその経営者はもしかしたら30人ぐらいですかね、とかバングラディッシュの、うん、頑張ってるね。あ、その人はね、ジロキアっていう世界一辛い唐辛子、うん、バングラディッシュ人と一緒に今作ってるよ。竹節ってやつだけどね、はい、バングラディッシュ竹節とかで検索したら出てくるけど、今日本に帰ってきて東京いるけどね、はい、まあ、まあ、まだまだ悪戦苦闘してるけど、でもあいつは多分成功するよ。世界一辛い唐辛子ってバングラディッシュのね。でも辛すぎてね、はい、一滴だけで足りるんで儲からないんです数がいらないそれが面白いね。まだ20代か、うん、か30ぐらいや。この前東京の私のセミナー来たけど。いや、とかね、あとはね、中国の広州にいるね。これがね、なんとか勇気っていう。大高勇気かな。日本人で、まだ20代これ。これがね、広州在住の中国茶。ああ、見た、なんか見ました。あ、はい、中国茶専門、うん、はい、中国茶専門で、はい、もう向こうに住み着いて、はい、中国茶の生産農家と一緒にね、はい、うん、中国茶を、まあ、一緒になってこういい中国を作って、まあ、農業指導もしながらね、はい、しながら、まあ、そこから、まあ、仕入れて、はい、メインは日本のレストラン外食産業に今結果としては下ろしてるっていうかね、うん、いう感じで、まあ、もうすでに大成功だね。職員もな、多分20人ぐらいいるんじゃないかな。もう現地までも行ったけど、うん、公衆オフィスは中国茶のサロンになっててね、サロン兼小売店、ね、うん、現地のね、日本人駐在員の奥さんとか女性の人たちがそこに中国茶のなんかスクール奈良に来てた。そんなお茶のスクールですか？まあ、あるやん。こう、なんか日本のほら、あるじゃん、お茶入れる。あれと似たような感じで中国茶の、そういった一応作法があってね。それをスクールで教えて、で、当然中国茶も買ってもらって、みたいな。でもメインは、その中国茶の日本の高級レストラン系がね、多分ね。なるほど、卸売り。最初はネット、ホームページ作って、ネットショップで始めていって、結果としては多分そういうのがきっかけになって、日本の外食産業が、あ、じゃあちょっと売ってくれみたいな、うん、うん、まあ十分うまくいってるね。さあ、あの人の今動画見た？ホームページ。え、その人の方が見てない、うん、いや、現地のホームページあるかな、ちゃんと、はい、あれ見なくちゃ。すごいよ、思いとかがもうものすごいね。で、ガンガン自ら。チャイニーズライフっていう会社名だから。検索したらすぐ出るよ。はい。大高、うん、大高勇気よね。彼はなんか日本にいる時かなんかで、ちょっと忘れたけど、中華レストランかなんか、高卒かなんかで就職かなんかして、はい、なんかわからんけど。で、こういろいろ調べたら、まあ当たり前だけど、中華では、中国人がやっぱすごいと。はい、うん、
で、それでなんか修行に入って、はい、で、こういろいろやってたら、その中で中国茶に出会ってね、まあ惚れて、あこれだみたいなね、うん、で、いつの間にか中国まで行って、はい、住み着いて、はい、っていう感じだけど、まあ、後付けで言ったら結局ね、その多分ね、中国茶、はい、日本では中国茶自体で多分イメージ悪いよね、中国って言って、中国自体でね、はいはいはい、でも本場やね、だから敵が少なかった、多分ね。で、なおかつ中国まで行ってる、はい、現地まで行ってる、はい、やつも多分いないし、はいはいはい、現地に住み着いて現地に発電、現地の農家と一緒にね、はい、やってもう狂ってる、あいつは中国茶でも狂ってるから、はいはい、ほら、多分自分でもその中国茶でそれを対外的にちゃんと売ってる人間では世界一って多分思ってる、あいつはだし、もしかしたら世界一かもしれない。あのその中国の中国茶のそのなんか資格っていうかね、そのなんか位みたいなのがあって、それを日本人なのに多分ね一等賞取ってる。その入れ方がなんかね、はいはい、その中国の見分け方、中国茶の、ね、見分け方、なんとかしっていうのがある。お茶マイスターみたいな感じ。そうそうそう、そういったやつ。で、日本人、要は外人なのに、はい、多分一等賞みたいなの取っててね。まあ、すごすぎるけどね、まだ20代でね。まあでも人物もすごいね。そのホームページ見たらいい。はい、まあ、そのままいろんな意味で勉強になるね。動画も最近積極的にやってるから。あとはね、異業種だけどさ、黙々ファームとか、なんかいろいろ、ね、生産系ですごいのが、はい、夢のようなのがあるよね。まあ、いや、生産農家系の一つの夢は、はい、その農家がそのままテーマパークになって。ああ、はい。うん、なんか豚の農家がね、はい、まあ、牧場がそのまま、でそこで結局ね、豚を飼ってんだけども、はい、でちゃんとした育て方をやって、大手がしない、大量生産だ、はいはいはい、育て方をやって、はい、でそのままそこでミンチにして、うん、ソーセージにして、うん、全てやってしまう、ね、あるあるでしょ、ありますあります、うん、直営で全ていろいろやってる、はい、卵だったら卵でそのままそこで卵そのまま売って、はい、でそれを使ったこだわりのケーキ、はい、こだわりのカスタードプリンってあるよね、はい、ね、まあそれ一つの一つのね、はい、こだわりのソフトプリン、まあそれ一つのやり方、一つはね、まあ、でもそれは金がかかるから、かかります、そんな急にはね、できない、はい、効果もあるね、病気で倒れて、はい、農家を始めた元サラリーマン、ね、うん、こだわって、で、なんだ、鶏とかやって、結局、ね、つまんでごらんっていうブランドを今作ってね、なんてことないんだ、つまんでごらん、つまんでご、卵、卵、らん、はいはい、つまめぬ卵、はい、ぐらいのすごいこだわり、はい、卵がその売りになっててね、はい、だんだんとそういう噂になって、はい、今その農地県福岡の糸島半島っていうね、まあ、ここから30分ぐらいで、はい、そこで農業しながらこだわりの鶏から取れた卵がメイン商品になって小売販売、はい、でメインはまあ卸だったりするけど、でそこで、まあ、ケーキも作ってね、ケーキまずかったねまあでも農家としては小さいながら成功やね。そうですね。そこまで行くとするんですよ。うん、なんか、まあ、私はね、ラジオさん勉強会なんかね、和食の卵っていうやつがいて、そいつは2代目の卵生産者。でもよくあるスーパーの奴隷、安売り卵。うん、じゃあ面白いね。うん、まあみんなそれでどんどん潰れていってんの。はい、そこは勉強しちゃう。他にない卵でこうやっていって餌を変えていって、でみんな大量生産の餌ばっかりやってる、だから安売り卵しかできないと、で餌を変えてみようというふうにやっていってね、餌に竹炭、ニンニク、ヨモギ、海藻、そういうのを入れた卵、鶏からできたらやっぱ違うね、違ってオリジナル卵作って、まあ、それも今のところ残念だけど、
スーパーとかね、生協に一応卸してるけどね、はい、やっぱそれをこう1個30円とか50円、うん、他の3倍、5倍ダメが他にないっていうので売り切れ状態とかね、まあ、だんだんこれからそういう安い卵がどんどんやめていってその卵に今集中していってる。年商10億あるけど大半は大量生産の卵だから、はい、儲かんないし奴隷だし面白くないしと、まあ、それをどんどんやめていって、はい、オリジナル和食の卵でだったら儲かるし喜ばれるし、ね、まあ、それは理想系に今入っていってるね。聞けば聞くほどやり方は無限大ですね。まああるんです、うん、だけど実は大体決まってるね。零細中小が勝つやり方ってのはやっぱ弱者のせいで、はい、当たり前だ、はい、大量生産系に走ったら、うん、まあ基本的におしまいね、はい、さあその中で大成功もあるよたまに、はい、あの例えば花の小売チェーン店で成功者っているでしょ、はい、いろいろね、はい、いたりするんだけど基本的にはそれはご法度やね。チェーン店ということは大量販売系だから、そうですね。ああ、それはいつか日比谷花壇とかさ、はいはいはい。その先発のね、小売の、はい、ね、何十億とか十数億とかねやってるとかあるやつとか、はい、ね、そこといつか勝負するということは凡人はやっちゃいかんっていうね。うん、それやってもいいけどね。いや、俺は花の農家の孫正義だ。手に思うやつはやるよと。さあ1億人に1人たいでそんなのまたみたいな、はい、そんな繊細やと思ってないんです。そういう勘違いですね、ごめん、はい、だけど孫正義だってランチェスターだからあの人ね、らしいですね。 あのユースリームのメインページに行って、はい、ユースリームの中で検索をしてね、はい、うん、孫正義がソフトバンクアカデミアで検索したら、はい、孫さんの録画が出てくるから、おソフトバンクアカデミアっていうね、経営学校で孫さんが自分で喋ってるやつがあるからね、うん、まあ、そこ見たらいいわ、はい、始まって10分後ぐらいにね、僕が成功したのはランチェスター法則と孫子の兵法です、バシッて言ってるから、うん、同じそのスポットの部分だけ YouTube で見ましたね。おう、はい、うん、で本当に2時間目ずっと喋ってると、まあ残ってるけど、だから実は孫さんみたいに、ね、ソフトバンク防弾本買収して年商今3兆円巨大企業だけど、実は孫さんは今でも弱者の戦略だ。そのなぜか分かる、なんで3兆円って言ったらもう超大企業強者じゃんと、まあ、どこもの、ね、普通思うけど、あ、そうそうそう、孫さんのライバルはドコモ、はいはい、KDDI、はい、まあ、もっと何兆円もあるよね、はい、実はソフトバンクは業界の中ではもう最下位なんよね、はい、携帯とかでも、うん、まあまあまあ強者じゃ全くないかな、いまだにだからいろんなゲリラ戦よね、はい、CM も、ね、犬とか出してさ、ふざけんなみたいな。まああれゲリラ戦よね、はい、言ってみたら、はい、あんなバカなことやっぱしないしね、あまあいろいろやってるよ、ヤフーが始まった、なんだインターネットのヤフーのインターネットが始まった時はね、まあ、知らないけど街頭でモデルもねタダで配りまくったもん、ね、はいはいはい、話してる、うん、とりあえずタダでもいいから配ると、はい、それで繋がせると、はい、で押したら勝てると、はい、ゲリラ戦よね、こいつ魅力やな、あれ街頭でね、もう無理やり渡してたもんね、キャッチセールスよね、タダ、ちらっと覚えあるんですよ、真っ赤赤でね、はい、街頭でね、はい、どうですか持っていけな、はいはい、どうぞどうぞってさ、ありましたね、ほとんど押し売り状態、でも NTT TV の人がね、悔しがってたね、いや、本当は俺たちもあれをやりたいんだと、要はもう繋がしたら、はい、あとはね、毎月かチャリンチャリンってもらうんだからと、はい、本当はあれが一番いい、うん、けど、あんな言えつないことはできないと、
一流企業としてね。うん、まあ孫さんはもう分かってたよ。うちはもう一流でもなんでもないと。いろいろ考えていったら、いや販売方法の一つのやり方としては、はい、接近戦、お客に近づいていって、はいはいね、直接接近戦よね。はい、そのって言ったら多分もうああいう風になったね。結局単純にね、単純に。はい、あれはだから3兆円企業なりの弱者の戦略なんですよね。あの人はやっぱすごい。まあ花屋だったらあれや、もった小売店をやってる花屋さんがいてね、はい、もうダメなんだと、はい、いう人がいたら、はい、それこそ花を抱えて、はい、近隣に飛び込んでいってね、はい、挨拶回りをして、はい、祭りの少女みたいにね、はい、まあ行商よね、そうやるべき。まあ、古くて新しいよ。はい。まあ、あったりとかないんだったら、もう行けみたいなね。一般家庭、もいいし、オフィスね。うん、はい、店舗とかね。はい、意外に、多分受けいいと思うよ。はい。ね、こう入って、ね、殺風景で、はい、なんかやる気がない職場に行ったらね。ここは花でやる気を出しましょう。いやね。あ、それではちょっとメモるしかないぞそれ、うん。まあそう言ったらさ、うるせえみたいな、はい、なるけどさ。はい。あ、そうそう、前からね、俺花屋さんにたまに、はい、俺何回か行ったことある。花っていうのはほら仕入れで鮮度があるから、はい、在庫管理は難しいよね。ああ、そうで、まあ行ってみたら何割かは捨てることになるじゃん。なります。もったいない。はい。どうせするんなら、もうどうせ売れない。でも1日2日持つと、はい、運だったらそれを持って近隣のお店とか会社とか回るんですよ。ああ、はい、ただでやりましょう、そんなもんなんだよ。はい、そのネイルに書いていただいてたんで、ネイルに書いていただいてたんで、あ、そんな書いてたんだ。もう忘れたけど花を配らんかいみたいな、うん、いや、それはね、だ実は販売促進も兼ねてね、宣伝も兼ねて、だからしっかりちゃんと名刺も一緒に持って、はいはい、どうせするなら配ろうぜ、はい、ね、周りにね。俺はみんな喜ぶし、役に立つし、でついでにそれはやっぱ何かあったらじゃあ買いに行こうってなるじゃん、だよね。ああ、そうか、うん、覚えてもらえますね。ただね、武田雄一がやっぱ同じこと言ってるね。あ、そうですか。あ、まあ多分こういうのはね、ちょっと考えたら多分出てくることだ、はい、だけど普通の花屋は、ね、外を打って出るなんて考えもしないし、店で待ってるだけだから、はい、花屋に営業マンってなかなかいないですよね、うん、実際は。で、その、この福岡のね、あそこ、まあ、ここから本当は10分ぐらいのところなんだけど、三松海園っていうね、美しい、はい、人です。はい、弱者の戦略に載ってたんだけど、何で見たかちょっと忘れました。多分弱者の戦略に載せたんだけど、はい、本に載せたんだけど、そこの親父は佐藤さんっていうのは、はい、暇があったら、はい、まあ、経営者の中小企業の勉強会とかね、いろんなとこで知り合った社長のところにこうカブでバイクでね回ってたね、はい、こっちまで挨拶までしょっちゅうっすよね、はい、おお、でもここも何回も来てるけど、はい、おどうどうみたいなね、はい、ああ、で何のためにやってるかということだったんだけど、はい、で会う時、ああ矢沢の社長の誕生日やなと、花でも送ろうかなと思って、はい、でダウンページ見ようかなと思った時にその佐古さんのこと思い出してね、はい、ああそうやったら佐古さんがあったらっていうね、うん、電話かけて、ちょ、もう5000円か1万円でね、もう何でもいいから、ちょ、やぜんに送っといてみたいな、私の名前でしたね、はい、うん、頼むねって言って、もう在庫処分でもいいよとか言ってね、もう1分ぐらい電話切って、はい、もう任してね、うん、で、実は三松海園は売上の8割がそういう売り上げだからね、佐藤さんは営業活動をしてたということも実はね、お店はね、小さいよ、もうここの倍ぐらいで、まあ、ここと同じぐらいないかな、小さい店で、はい、で年商が1億2、3000万ある。で、近隣の他の同じぐらいの規模の花屋は、大体年商が2000万とか3000万とかね、まあそんなもん。はいはい、なんで宮津花屋そんなあるんだというのが、その外販がほとんど示したっていう、ね、営業活動でね、はい、まあ、待っててもダメなんだって、外に出るんだみたいな、まあ一つのやり方よね。はい、なんでそんな知ってるんですか、すごいっすね、お前の
師匠から教えてもらったんですって。ああなるほど、そういったことですか。やっぱり繋がりが弱者は接近戦だみたいな。はい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 、はい、待ってても来ないなら外出ようぜみたいな。はい、うん、もうその話を覚えてたんで、この年末にですね、うん、花を持って、うん、あのそのネクストステージとかでお世話になってるところに飛び入りでね、プレゼントちょっと配って回りました。あ、回った。はい、おうおう年末の忙しい時だったんですけど、心、うん、よく、うん、ありがとうね。この間新年会やった時にも、うん、やっぱり一声かけてくれるんですよ、ね。あ、そりゃそうね。はい、うん、あんなことしてるのみたいな、うんうん、いや、心の中で弱者は接近戦なんですよっていう。そうよ。はい、うん、そうだっす。だしね、報いを求めない、ね、まあ求める、まあ弱者は報いを求める。はい、感謝を態度で示すね。もう大丈夫、時間。いや、ちょっとやばくなってきました。全然時間わからなかったです。うん、本買わせていただいていいですか。あ、いいよ。直接買いたかったんで、買うの我慢してたんです。5,500円。はい。いいです、ね、名前何でしたっけ。松尾です。あ、普通の松尾さん。はい、ま、木片にの松に尾っぽの尾です。お、名前何だっけ。友粒って言うんですけど、ね、友は友達の友に、あ、粒がちょっと難しいんですけど、ね、口書いて。あ、そうです、口書いて。あ、何違う。あ、そうです、この本線がなくて、ここはカタカナの3本線がいらないです。こう口でさ、はい、カタカナです。あ、こう、あ、そうです。あ、なるほど。でこう使って、はい、さ、こう、はい、そうです。さあ、これ練習中。あ、もうちょっと一回書いてみたいなとは思ってるんですけど。いや、やればいい。はい、うん、これ練習したらすぐできる。何ですか。これ講演家のテンツクマも同じの書いてますね。うん、ありがとう。はい、あー、ほんと。なんか2つか3つ、うん、あの人書道好きなの、うん、あー、そうやね、昔から、はい、でもこれ元祖はね、杉浦さんっていうね、はい、ネットで検索したらね、文字職人、はい、みたいですね。だから出てくる、はいはい、多分その人のオリジナル、はい、だから私はその人の真似だしね、はい、まあ、私はもうパクリ元は隠さないから、はい、電屈マン、電屈マンもそのパクリと思う。そうですね、その人の、はい、よしよし、サインの保釈ですね。僕一人に本を、うん、人の本買ってサイン書いていただいたの初めてなんですよ。あ、本当。はい、誰のも全然書いてとか思わなかったんですけど、ちょっと茅野さんにだけこれ頼もうかなと思ってました。じゃあ一応ちょっと領収書。はい、ありがとうございます。あ、もう領収いらないですよ。まあ一応いいですか。ありがとうございます。すいません、ほんまに切らしてるんで。いよいよ。申し訳ない。昨日ちょっと農業者会議っていう全国大会がありました。ほんと？あ、福岡ね。いや、それは京都でやる。あ、ほんと？はい。ちょっと連チャンで続いてるんですけど。あ、なるほどね。え、で、今日は何？やめの？何？今日はやめの林菊を、あの、研修に、視察に行くっていう。あ、ほんと？それ何人かで？そうなんですよ。あ、本当。で、個人で来てたらまあゆっくりできるんですけど、そう、ね、みんなの都合もありますんで、うん、勝手に出てきてるんで。オッケーオッケー。あ、写真です。記念撮影。はい。その日って。この辺。はい。じゃあ、せっかくやの。下げつろうか。あ、お願いします。うん、タイマーとかついてたら撮りたいんですけど、ついてない。いや、これで、ね、後でメール送るよ、これ。あ、お願いします。ありがとうございます。ブログ貼っつけていいですか。あ、いいよ、いいよ。はい。
あ、ちょっとかがんでみて。はい。これみたいなね。よしよし。ありがとうございます。よし、入って。はい。いよいよ。あ、はい。遅れたらいいか。そうなんですよ、すみません。あんまり変わったみたいな。探し疲れてるな、答えになること僕は知ってるから。